三重の魅力を豚さんと三重放流記豚さんを、今回はですね霞ヶ浦港緑地公園にやってきました。こちらなんですけれども、今回はちょっと天気が悪い時に来てしまったんですけれども、こちらも、非常にいい場所で、でまあ日にちというか、まあ、曜日の感覚だったのかもしれないんですけれども、こう人も非常に少なくて、ここ穴場、めちゃくちゃ穴場なんじゃないっていう場所だったので、まあまだまだちょっと見てくれる方は少ないんですが、見てくれた方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、まあシーン変わりまして、まあ先ほどの公園とこちらの公園がちょっと場所が離れてるっていうこともないんですけど、この橋をこう渡ってすぐ来れる場所になってるんですね。はい、でまあさっきのまあ塔みたいな網網のあそこですね、あそこでこの結構遊ばれている親御さんとかもいらっしゃったので、あそこでまあちょっと拠点にしながらこうワイワイ楽しめるような感じになってますね。はい、なのでぜひあそこを拠点にこういろいろ動いてみるといいんではないでしょうか。はい、でこれですね、トランポリン皆さんやったことありますか？実は私はありません。はい、でまあね、このまあ、豚さんがこのまあ遊びに行ってきたので、私はですね、まあ実際はわからないんですけども、このトランポリンやってみたかったなと思いますね。はい、でまあそんな話はさておきですよ。はい、でこのね、筒とかも、筒というのか何というのかなんですけれども、あれもね、こう私が入れるのかどうか、僕のまあいろいろ、まあ非公開なんですけれどもね、はい、まあ年齢体重等ですね、加味しながらあれは通れるのかどうかという、あと羞恥心がどうなのかというところはあるんですけれども、はい、まあちょっと今回からですね、ちょっと喋る感じをちょっと変えていこうかなと思いまして、シーンと全然合ってないこと喋ってるかもしれないんですけれども、はい、そのまま見てもらえると嬉しいなと思っております。この映像を実は楽しみたいよという方はですね、まあ、音量を逆にゼロにするという方法もありかもしれないですね。そんなこと悲しいんですけれども、はい、でこのね、この映像を見ながらちょっとこう話をまあしゃあない聞こうかというのであれば、聞いてもらえると嬉しいなと思っております。はい、でこんな感じの網、これは網というのか何というのか、これね、これなんて言うんでしょうね。僕ちょっとなんて言うのかわからないんですけれども、これはこれだろうっていうのがありましたら、ぜひねコメント欄でですね、これじゃないかと言ってもらえると嬉しいなと思っております。はい、でまあちょっとこんな感じでまだまだ続きます。でこうまあちょっと忍者っぽい遊びができる感じなのかな、だと思うので、まあ本当に小さいお子様とかは、すごく非常に楽しめるんじゃないかなと思いますね。はい、で、さっきちょっと足がちらっと一瞬だけ見えましたけれども、あの足イコール飼い主ということではないと思うんですけれどもね、豚さんが見に行っているのか、飼い主が行っているのかというのは、それはもう想像にお任せするというところでですね、こう滑り台も、やってきましたということで、非常に楽しそうですね。はい、ということで、まだもうちょっとは映像続きますので、このまま、少し楽しんでいただければなと思っておりますので、お願いします。どうぞ。
はい、というわけでですね、こちらが、初めちょっとお話ししていたこの橋をまたいでのこの公園なんですけど、こちらが実は言うと先に来たこの駐車場からすぐ入ってこれた方の公園なんですね。でこちらの方が、あ、ちょっと見てください、この映像を。はい、ということですごくないですか。こんだけすごいところなのに、なんとマジで人っ子一人 いなかったんですよ。スーパー穴場スポットだと、思っております。はい、なのでもしですねこれ見ていただけたらぜひ行ってもらうと楽しめるんじゃないかなと思っております。はい、ね、ここ実はこの水遊びしていいんですよ。あのしっかりと水遊びをするときはとかいう注意書きが書いてあるので、あの入っちゃダメよっていうことの場所ではないので、特に夏場とかですね、あの来たら しっかり遊べるし、この景色もいいしみたいな感じなので、ぜひですねこう、あ、もっともっと今から暑くなってくるので行っていただけるといいかなと思います。はい、ということでですね、こちらが、先ほどの、滝のプールの目の前のところなので、あの逆側はですねこんなにこうほのぼのとした感じなので、こちらで、お父さんお母さん、おばあちゃんおじいちゃんは、ゆっくりと、ほのぼのとしていただけたらいいのではないかなと思っております。はい、ということで、今回はこんな感じでした。ぜひですね、ここ行ってみたいよとかあればですね、また、グッドボタンとかチャンネル登録お願いいたします。また次回で会おうね。チャンネル登録、グッドボタンよろしくね。はい、ということでですね、最後に、こちら、映像の中に何度も映り込んでいたあちらのビルですね。はい、来週公開いたします。潜入してきたのでぜひですね、楽しみにしていただければなと思っております。ではまたね、バイバーイ。